皆さんこんにちは、馬内真理子です。今日はですね、コンタクトレンズ大手の株式会社シード鴻巣研究所に来ました。本日はですね、代表取締役浦壁正弘様にお話を伺ってまいりたいと思います。はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、環境問題への取り組み、そして研究開発、さらには今後の成長性についてお伺いしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。まずですね、鴻巣研究所の会議室をお借りしてお話を伺ってまいりたいと思います。視聴者の中にはですね、シードのことを初めて知る方もいらっしゃいますので、ぜひですね、浦壁社長、株式会社シードについて簡単に教えていただけますと助かります。はい、シードはですね、来年65年目を迎えるコンタクトレンズの製業メーカーでありまして、この鴻巣研究所でですね、原料から最終製品、そして配送センターが鶴見にあるんですけど、そちらに持ち込むまでの、その配送までの事前準備までですね、全部一貫して行うというような形になっております。こちらのこの鴻巣研究所では、こう基礎研究から生産まで一気通貫というところがメリット、今いらっしゃるのが2番目の製造棟になってまして、これの他にも1番目2番目3番目が製造棟になってまして、でそれ以外にちょっと道を隔てたというか、庭を隔てたところに、研究開発の棟がありまして、そちらの方でどちらかというと化学とか薬学とかっていうことでの素材の研究をしております。はい、で改めてですね、コンタクトの今のこう需要とか市場の成長性ってどういうふうになってますか？はい、よく人間の目の数ほどしか使わないよっていう、僕は当たり前のことなんですけども、言われてきたんですけども、2019年までは毎期だいたい 5% ぐらい市場が大きくなってきたんですね。でさすが2020年も減りまして、カレンダーイヤーベースでいうと出荷額でいうと 7% ぐらい、はい、年度ベースだとだいたい 10% ぐらいは減ってると思います。これ一番はですね、やっぱり在宅勤務が一番大きな影響で、お仕事しなくてパソコンでこの近さでお仕事するんだったら、まあ別に眼鏡かけなくてもコンタクトかけなくても仕事できるよねっていう人が増えてきた。あとは女性の方でマスクして生活されてるので、あえてお化粧しないんだから眼鏡でもいいやとかですね、あとはコンタクトレンズの中でもサークルレンズっていって、目の瞳をちょっと大きくするようなものがあると思うんですが、別にあえてしなくてもいいやという方が一番大きく増えたり、あとはまあお酒を飲むような施設が軒並みまあ営業が停止になりましたので、そこに働いていらっしゃる方が結構のユーザーでありましたから、まあこれが事業が止まったっていうのも少なからぬ影響があると思います。はい、まあそんなのもあって 7% ぐらい減りましたけども、予測でいうとこの21年22年でだいたい 5% ぐらいずつ回復していって、2年ぐらいでまあ元々の2019年のレベルまでには回復するんじゃないかなと思っております。はい、研究開発と生産体制が鴻巣研究所にあって、お互いにそれがこう連携しているということなんですけど、特徴はどんなことなんでしょうか？一つ屋根の下にはいなくて、まあ、分かれた胸にはいるんですけれども、密接に関連しておりまして、研究開発の方でやっているのは3つの業務をやっているんですが、一つは非常にロングランで、コンタクトレンズの素材の新しいものを見出していこうということをやっているんですね。これは多分ですね、3年とか5年ぐらいのレンジで何がしかの成果を得れればいいという類でやってまして、はい、でもう一つはですね、今あるものをどう改良していくかだとか、あるいは大量生産に向くように材料をさらに進化させていくかだとかっていうようなことをやっておりまして、そこのところで言うとですね、実際ビーカーの中っていうんですかね、試験管の中でできたもので、いいものができたとあっても、コンタクトレンズの場合には大量に安く均一に作るっていうことがどうしても求められるんですね。でそうするとですね、実際に作った原料を実験の機械で作ってみて良さそげだねっていうふうな話になって、でその時にじゃあ実際の商業生産のスケールの機械流してみて、これが全然物になるのか物にならないのかってことを見極めるのって結構大事なところがあって、これはやっぱり近しいほどですね、実際に大量生産や均質さっていう問題ですかね、あとはいろんな条件のもとで作っても一定の条件の幅に収まるような最終製品が出てくるようなものができるかということが、近しい場所だとすぐできるっていうのがありがたいなと思っているのと、金型だとかの、その工学的な要件を決めるような
型を作るところだとかレンズのデザインを作るっていうところは、まあ、こちらの方の生産の方のところにありますので、うんうん、そうすると素材プラスデザインでそれをどうやって作って役に立つかどうかっていうことがここで実験ができるっていうのが一番やっぱり早いっていうところだと思います。研究からこう商業化っていうところの流れが、はいはい、コンタクトレンズ基本的には材料っていうものの上にどんな光学特性のデザインが乗っかってますかということで決められていて、まあ、それにプラスアルファで、例えば出荷液と言われているその、まあ、コンタクトレンズのうちの5割とか、4割はお水ですので、その中にどんなものを含有できるかっていうことで全体が決まっていくっていうことになるわけなんですね、うんうん、でそうするとデザインと素材っていうのを合わせてじゃあそれが大量生産になったらどうなるのかっていうことが実験できるっていうのが非常に小回りの効いたものが作れるってことだと思います、うんはい、小回りの効いているということですね。それからですねこの先5年後10年後どんなこう企業を目指したいというイメージ感ありますか、はい、そういう意味で言うとアメリカを中心としたところのですね、最初に使いやすいコンタクトレンズを導入された4社さんというのはこれは規模的に言うと正直桁が違う会社さんになるわけですね、はいはい、でここと量でがっぷり四つに組むのは正直言うとなかなか難しいなと思ってます。ただこの量産の部分でも我々とすると負けない特色のある製品を出していって価格競争力でも負けないものを作っていくってことは大事かなと思ってます。でプラスアルファはですね彼ら その生産サイズだとかあるいは世界的なディストリビューションのネットワーク その距離感といいましょうかね、うんうん、いう中でいうとなかなか採算に乗らないようなものを多品種少量生産をやっていくということだとか特にアジア地域にニーズのあるものを配っていくというようなことについては、はい、我々の方が、まあ、距離的にも近しいしあるいは生産のサイズだとか研究開発のサイズから言ってもふさわしいというふうに思っているのでこういうところに特色のあるものをつなげていくということですかね、あとはその医療系のものだとかいやお薬との融合だとか先ほど言った筋質進行の抑制なんかもそうですけども、はい、一個一個のパイはそんなに大きなものじゃないかもしれないけども、うん、長く続いてユニークなものをいくつか持っていくということによってそのコンビネーションで考えてみると非常に特色のあるメーカーだというところを作っていくというのが我々にとってみれば生き残り戦略でもありますし、うん、また成長する余地があるんじゃないかなと思ってます。なるほど、シードさんの魅力がより分かったところで工場見学をぜひさせていただきたいんですけれども、はい、よろしくお願いします。
これまずそもそも鴻巣ってどこにあるのっていう、海外でも流す場合は英文版もあるんでですね、どこにあるかってことを示したいということで、まあ、東京からだいたい小1時間のところにありますよっていうようなことでありまして、これ今前景ですかね、これが最初に作った1号棟って、これの中にまあ三色堂とかなんかもここにあります。今ここにいらっしゃるの2号棟って2番目のところですね。で3番目が大規模生産だけをやってる3号棟になりますね、はい。でそこに倉庫と資材棟っていうのをくっつけて、それに対して供給する形になってまして、で駐車場のところの脇のところに研究開発棟があって、で60周年5年前にですね記念して付属の保育所を作りました。保育所と学童保育が入ってますかね。でこれがもう桜枯れちゃってますけど、まっすぐ行くと入り口からの動線になっておりまして、で入っていただいた2号棟の方に通常のお客様入っていただくというふうにしております。本当に VR ですね。そうなんです。ちょっとね船酔いするかもしれません。でちょうど右手に今いらっしゃるお部屋になってるんですが、これ左手の方にまあ曲がってまいりますけれども、はい。でこれでまあ主力の製品ができるまでっていうことの例でご説明してます。でまあまず最初にですね、衛生管理っていう観点で、これは我々のスタッフもそうですしお客様もそうなんですが、一旦入っていただいて、手洗いとですね、洗浄していろんなものを例えば洋服についた髪の毛だとかなんかも含めてコロコロクリーナーも含めてですねきれいにしていただくってことをしてますね。時間が決められてて手洗いは30秒間とか一応決まってますそうなんですね、はい。で上がってきたものをそれぞれQR コードが全部ついておりますので、それに応じてパッキング作業ということでしてきますが、その前にもう一回ですね、はい、滅菌し終わった後にラベルがちょっとずれてないかだとかですね、印字がずれてないかだとか、あるいは汚れがないかだとかですね、あとは出荷液の量が適正かっていうようなことだとか、そういうものをずっとこれで見ております。人間の目の代わりにカメラの目で見ていくっていうことになりまして、これ光が微妙に違うんですけど、見る項目によって光の色を変えてます。でそれを今度箱詰めをしていくという作業になります。検査あ何段階だ、はい。でこちらの方でジャンコードだとか QR コードバーコードの類ですね、はい、この全部それぞれのロット番号ごとに管理されてますので、消費者っていうかそのユーザーに渡るところまでのロット番号管理ができてるっていうのはですね。でそれを箱詰めしたものをですね、それぞれ、流れてきまして倉庫棟のところで、保管してます。大体1箱の50箱ぐらい入ってると思いますが、で度数ごとに所番地が決まっておりましてですね、それぞれのところに仕分けされていくという形になってまして、本当にこう自動化されている工場、そうですね、自動化されている部分と人間の手がかかっている部分が混在してます。やっぱり金型 の, その加工だとかっていうのは完全に人間の、まあ、職人の世界です、はい。でそれを据え付けたりするっていうところについては完全自動化ではなくてやっぱり人間の手が介在してます。そしてこの商品のご覧の方は投資家の方が多いですね、はい。御社の資本政策とか株主還元について、そうですね、資本政策とすると東証の2部に上がるときに1回増資をさせていただいておりまして、それ以降はですね、基本的には増資をせずに、まあ、我々設備投資っていうのは基本的にこの、まあ、今日いらっしゃっているところの機械設備ですね、はい、まあ、クリーンルームの建屋も含めてってなりますので、まあ、焼却が結構大きな商売でありますので、はい、あり得る程度借入金で賄って5年から7年のタームで焼却が進んでいくというのをある程度第1、第2フェーズ、第3フェーズを繰り返しながら全体のところをマネージするところでやってますので、この間はずっと借入金を中心としたデッドでファイナンスをつけておりました、はい。今若干ギアリングの方が高くなっておりますが、向こう2年間ぐらいは大きな建屋に手をつけるってことは生産設備はなくてですね、
本社の方を今回建て替えようというふうには思っておりますが、こちらの方はもっと長いタームで焼却が進むようなものになりますので、まあ、我々からするともう少しの間はデッドを中心したファイナンスでやっていっても問題がないかなというふうには思っています。で、株主の方についてはユーザーでもあるかと思ってますので、やはり我々の商品を愛着を持って使っていただいて、使っていただくことを通じて会社により関心を持っていただいて応援していただくっていうような、その輪を広げていきたいなと思ってますので、個人投資家の方についてはさまざまな特典等を用意しておりますので、ぜひ必要なのもご活用いただければいいなと思ってますし、あとは配当については常に利回りをある程度融資はやっておりますので、マーケットの平均利回りを見ながら大体ですね 30% から 40% の間に配当成功が収まるように、まあ単年度ではいろんなブレがあろうかと思いますが、複数年度では大体それに収まるような形でですね、安定した配当というのを心がけております。改めてですね、今後の成長戦略を教えてください。一つは日本国内だとかにおいてはやっぱり高齢化社会に馴染むような商品をどう作っていくかっていうのが一つですね。あともう一つが、先ほど言いましたように若年層が禁止になりやすくなってきたっていうことがあります。これ多分ギガスクール構想なんかでよりやタブレットを見る時間が学校でも、ご家庭でも増えてくるなるとどうしても進んでくるかなと思ってます。そうするとお子さんの禁止になったのを進ませないようにするっていうのも大きなテーマだと思いますので、これについてはオーソケラトリジを使ったやり方、あるいは薬剤を使ったやり方、あるいは遠近両用の特殊なデザインのコンタクトレンズを使ったやり方とか、いろんなことがいろんな先生方が研究されていらっしゃるので、まあ、我々もその研究に協力しながらですね、一つでも試験レベルのものを行っていってですね、それを日本国内においても効果が認められた商品として出していきたいなと思っておりますし、同じものを横展開で中国だとか、これは中国は合弁企業を通じて出荷しようと思っておりますけれども、中国や東南アジアですね、高度禁止になりやすいマーケットのところで出していきたいなと思っています。であとは、まあ、ミドルマーケットといえるところの中国の内陸部だとか、あとはインドだとかですね、東南アジアの中でも言っても華僑じゃないマーケットのところですね、こういうところに対して、ミドルマーケットの商品を出していくということでボリュームゾーンを確保していくということですか。あとは先ほど言ったその一個一個は特殊でもユニークなものを持ちたいというふうに言ってましたが、デバイスと融合したコンタクトレンズという点でいうと、当社の場合ですとスマートコンタクトレンズでいうトリガーフィッシュというものを世界第一号に出してますが、これは眼圧の変化率を24時間変、まあ、計測するというコンタクトレンズで、緑内障だとか高眼圧症の患者さんに使ってほしいなというふうに思っているわけなんですが、これは日本、アメリカ、ヨーロッパで認可を取っております。こういうようなものだとか、薬剤との融合、あと先ほど申し上げた禁止と進行の抑制ですね。あとは究極のパーソナライゼーション、老眼があるんだけども乱視もあって禁止なんだとかですね。こういう今までだとそのアンメットニーズだったものですね。こういうものに対して使い捨てのコンタクトレンズをご提供するっていうこともやっていきたいなと思ってるんですね。こういうような4つぐらいのユニークなものを持っていきたいなというふうに思っております。ありがとうございました。浦上社長、今日は本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。このチャンネルをご覧になっている投資家の皆様に最後に一言いただけますでしょうか。はい、皆さんのお届けしているシードのコンタクトレンズ、このこの研究所でですね、一枚一枚丁寧に作っております。皆様の視力を少しでもにお役に立てるようにと思っておりますので、ぜひご愛用ください。今後ともどうぞよろしくお願いします。投資家としても、そしてね、ユーザーとしても、ね、はい、こう愛を感じるような内容でしたよね。でまたシードさんの方で ESG についての取り組み詳しくお話ししておりますので、はい、そちらのチャンネルもご覧いただければなと思います。ぜひご期待ください。では皆さんに、はい、さよなら。じゃあどうもありがとうございました。さよなら。